山形県を訪問中の天皇皇后両陛下が全国豊かな海づくり大会に出席されました。象徴天皇の務めに関してお気持ちを表明されてから天皇陛下が地方で式典に出席されるのは初めてです。この大会は水産業と地域の活性化や豊かな自然環境の保全を訴えるもので今年で36回目です。今回は山形県の魅力を全国に発信するとともに東日本大震災で避難してきている人が今も数多くいる中で復興をアピールすることもテーマに掲げられています。酒田市での式典の後両陛下は専用列車で鶴岡市の港に移動しヒラメやクロダイなどを放流されました。